清水康秀は、戦国時代の武将。後北上氏の家臣で、伊塚の親崎上主、下田上主、北上総運の代から仕えた、普代家臣である清水氏の清水綱吉の子。北上氏康から返記を受けて、孔美のると名乗り、後に康秀と称した。伊豆国奥軍大、三島大官、兵上州、笹久社等を務め、伊豆水軍を率いたという。清水氏は、 北条や第三代当主である北条氏康の森役でもあり、さらに母、または祖母は氏康の乳母であった。このことからも伺えるように、清水氏と北条家は強い関係を築いていたものと思われる。清水氏は明王初期に作成されたと推定される伊豆国道社注文の古文書で初めて、清水氏の名が見え、その羊は備中清水氏とも考えられる。安秀の子には、 新七郎及び太郎左衛門城の二人がある。後者は、秀安の越前違法に伴い、越前に移住し1800国。1604年に隠居し、1616 16年4月17日に死去。後衛の一派は、文禄二年沼津に移り住み、駿河国寸東軍沼津塾の本陣となり、幕末に至るまで、名主や年寄りなどを務め、明治に入ってからは、 沼津郵便電信局を営んだ。安秀は、伊豆州の一人で、その中でも、随一の実力者であった。また、小田原旧記によれば、川越城の北条綱重、玉縄城の北条綱高、栗橋城の富永直勝、下田城の清水安秀、平井城の大目元中をごかろうとし、差し物の色がそれぞれこ備え、赤備え、青備え、白備え、黒備え、黒備えの、 五色備えの体制になっていたという。また、訴訟の採決や、政策立案を携わる、表情集も務めており、宇治安の参謀であったと思われる。表情集として、北条家最強院番上も発給しており、その一部が現存している。A62 年12月、着難である新七郎が、駿河、神原城にて、武田軍と戦い打ち死にしたため、 天正十四年までに家督を、次男の正勝に譲っている。また、天正十八年頃には出家し、清水上野入道と名乗る。天正十七年頃、下田城主となり、北条氏則りの指南に属した。天正十八年4月、豊臣秀吉の小田原征伐が始まると、伊豆下田城は、豊臣方の水軍の攻撃を受けた。秀吉方は、 長祖壁元地下税2500、久喜吉高税1500、脇坂安治税1300という大軍であった。安秀は、弱子、正勝、弟の英吉や、家臣の高橋丹波守らと共に老城し、50日、あまり傍戦したが、同年4月23日に、脇坂安治、安国寺衛系らと貴承分を交わし、城を開けて降伏した。その後、安秀は、 林やは寺へ退去し、家臣、高橋丹波守たる等に、老状の苦労をおしゃして、後日の立証を約束し一旦離別する、胸の書状を書き送っている。自らは、菩提寺である三陽院へ入って陰性。天正十九年に没した。ありがとうございます。